はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、なんとこちらですね、栽培の常識を180度ね、変えるプランター栽培ですね。何がすごいかというと、まず元肥も追肥もお水も一切いらないというね、そういう栽培管理方法ができるプランター栽培を作りたいと思います。そのプランター栽培の、作り方はですね、まあ実はですね、まあここのところずっとね、僕が金ちゃん先生ね、まあそちらの方のね、感銘を受けてですね、まあ金ちゃん先生の方でこのプランター栽培というのをですね、推奨しています。まあそれ以外にもですね、推奨はしてるんですけど、まあ今回はそのプランター栽培ということですね。こちら市場菌を、増やしてですね、この市場菌から栽培をしていく。要は肥料が全くいらないというね、そういうものになります。まあ水は全くいらないというふうに先ほど言ったんですけど、水はね、若干管理が必要になるかもしれないんですけど、一番最初にしっかりとね、水分量をコントロールしておけば、その後水の管理もいらないようなことを言っていたので、そこら辺をですね、含めると非常に栽培までの管理が楽になります。追肥が全くいらないんですね。元肥もいらないんですね。肥料を入れる必要がないんですね。まあ、そういったことをですね、今日はちょっとお伝えをしていきたいと思います。で、まずこちらですね、1回作るとだいたい2年から3年ぐらいはね、このプランターの中で何度もお野菜が作れる。まあお野菜が作れるということは果樹とかね、そういうのもですね、栽培できるというふうになると思うので、そちらの方ですね、まず材料の方からご紹介していきたいと思います。まずは大きめのプランターね、こういったのがあります。こういうものをね、用意していくんですけど、まあ、ちょっとねこちらの方にチラチラチラとあるんですけど、これねカンニングペーパーです。そうです、カンニングペーパーです。これはね、僕の言葉で伝えてますけど、この理論はすべて金ちゃん先生の理論になります。ここに書いてありますね、肥料も追肥もいらない、栽培の常識を180度変えた金ちゃんプランター栽培ですね。こんな感じでね、書いてありますね。で、梅土や肥料をもう買う必要もないですね。自然の中にある落ち葉や草、葉っぱを使うだけで元気なお野菜を栽培できますということで、追肥がいらないですね。で、この栽培のポイントが、市場菌というふうになります。で、まあこれが、全循環型の栽培方法ということになりますね。で、使うものが、まあ先ほど言ったようにプランターですね。これ大きめのものがいいというふうに言ってました。小さいものより、やっぱりこの中で環境の変化が著しく起こるらしいです。まあ、要は市場菌がどんどん増えて、まあそれにつく窒素固定細菌を増やしていくっていうふうになると思うんですけど、まあそのためにこの中の栽培の環境が、まあプランターの中の環境ですね、微生物の環境が著しくこう変化が起こっていくんでしょうね。ですから大きめのプランターが必要というふうになります。でもう一つはこちらのキエロで作った土ですね。まあ先ほどねキエロの方このように、少し水分を含ませてありますけど、この水分がね、まあ、若干含んでても含まれてなくても多分大丈夫なのかなと思います。まあ、それはね、おいおい作りながら、ご紹介していきます。で、もう一つが、こちらですね。これは、雑草とか、まあ、先ほど言った落ち葉とか、枯葉とかですね、葉っぱですね。まあ、それ、何でもいいそうです。まあ、要は、窒素分の少ないものですね。で、今回用意しているのが、これが、まあ、うちでね、ホーリーバジルティー作ってるんで、まあ、それでもうね、古くなったホーリーバジルの茶葉ですね。これをね、使っていきます。で、最終的にこれに水をしっかり含ませて作っていくっていうふうになるんですけど、これも作り方はね、おいおいやっていきます。で、あとは、こちらにですね、用意してあるのが、これが、まあ、知ってる方はわかると思いますけど、これゴマですね。ゴマ。ゴマの花芽ですね。もうこんなように枯れたやつですね。まあ、金ちゃん先生が言うには、軽石とか小石、またはもみ殻が一番いいというふうに言ってました。もみ殻がいいというのは、まあ、この底に、
これをね敷いていくようにするんですけど、これもみ殻の代わりにこちらのね、ものを用意してます。まあもう一つもねあるんですけど、こちらにねこれもみ殻に似たタイプなんですけど、これはバジルの花芽ですね。これはホーリーバジルの花芽です。こういうのをねちょっと下に敷いていこうと思うんですけど、まあ工程的に言うと、まあ、この下にね敷いて、で梅土をね土を入れて9割ぐらいまで入れるそうです。そしてこちらの茶葉ですね、まあ、葉っぱ類ですね、雑草でいいです。これを濡らしたものを、まあ、この上に乗せて、で、ぎゅうぎゅうにてんこ盛りにしてですね、まあ、この作り方とかっていうのもあるんですね。まあ、これも応用やりながらちょっと伝えていきますので、で最後に、この黒マルチですね、これをかけるというふうになります。このかけるのもそうなんですけど、最後にね、ポイントもあります。ですから、まあ、実際ね、最後まで、見ていただければ、このプランター栽培、栽培の常識ね、ほんと180度変えるプランター栽培です。これで作れば、お野菜が何度も収穫できる。追肥もいらない。耕す必要もない。梅土を再生させる必要もありません。こういう栽培方法になってですね、なおかつ、アミノ酸を豊富に含んだお野菜、要は栄養価の高いお野菜が食べられるように、まあ、作れるようになるというふうになりますので、ぜひね、最後までご視聴いただければと思います。まあ、ちなみにね、カンニングペーパーがあるんで、ちょっとね、見ていきたいと思います。どんな感じの工程でやっていくかっていうと、まあ、先ほど言った大きいプランターをね、用意してください。プランターの中の環境が激しく変化するため、大きいものがいいと。で、プランターの底の土はきれいに落としておきましょう。よく覚えておいていただけるといいです。で、2番目に軽石を水平に入れる。これは、もみ殻があればベストですし、小石でもいいというふうにね、書いてありますね。ちなみにこれ僕がね、カンニングペーパーで作りました。で、あとは、まあ、とにかくね、排水を良くするということと、プランターの中に、直接土を入れて、まあ、ダメらしいですね。まあ、そうすると、このプランターの底の排水口があるんですね。排水口というのがこれですね。そういうのがついてます。で、ここが目詰まりしてしまうんで、まあこの排水口が詰まるため直接土を入れないで最初にこの軽石を入れてくださいねっていう風になってますね。で、排水口が片方しかないときは、まあそちらの排水口の下にするようにですね、ちょっと傾斜をつけて排水を良くしてくださいということです。で、まあ軽石を入れたらですね、今度は土を9割まで乗せますと。で、べちゃべちゃな土はダメなんですけど、まあプランター内が乾きづらいため、まあ、べちゃべちゃな土はやめておきましょうということですね。で、畑の場合は乾きやすいので大丈夫なんですけど、プランターの中は、やめといた方がいいと。ですから、べちゃべちゃな土しかない場合は、もみ殻なんかとこう、土をね、混ぜて入れてあげるといいと。まあ、小石とかね、そういうのを一緒に混ぜてもいいらしいですね。あとは、4番目、炭または柿殻石灰を入れる。これ用意してなかったですね。柿殻石灰があるので、ちょっとね、柿殻石灰を用意します。で、土を9割ほどまで入れたら、まあ、この柿殻石灰を入れていきます。で、まあ、ミネラル補給のために表面の土と混ぜるようにこう入れてあげるということですね。まあ、いっぱい入れておけば4年から5年は持つらしいです。で、自然物はすでにミネラルがたっぷり含まれているということと、自然物とは自然の中で勝手に生えている生き物。栽培している畑に生えているものはダメ。と、金ちゃん先生が言ってますね。ミネラルがないというふうに言ってますね。で、まあそのためね、灰入れてもいいのかなと思います。灰もね、僕作ってるんで、まあそれ入れてもいいのかなと思うんですけど、まあ今回は入れません。5番目、有機物。まあ濡らした葉っぱ、草、落ち葉などですね。これプランターの上に山盛りに乗せると。で、土を押さえないように、縁から内側に水平に押し込んでいくように入れていくと。で、6番目。有機物が隠れるように薄くその上に土をかけると。で、ポイントは葉っぱが隠れるように土をかけて空気が多すぎないように抑えて体積を減らすように入れていくと。で、空気が多いと視状菌が出にくくなるので注意ですね。はい。で、7番目。適度に表面が濡れる程度にお水をかけておくと。まあ、鉢底が濡れるほど入れてはダメだということと、プランターの中は乾きづらいため視状菌が出にくくなってしまう。ちなみに畑は乾くので大丈夫です。
プランターの外側に黒マルチを紐で留めます。で、密封状態にならないように2、3箇所ぐらいね、こう穴を開けておくといいみたいですね。で、黒マルチのメリットは冬場でも日当たりのいい場所だと温度が上がりやすいので菌も動きやすい。で、透明だと温度が上がりすぎて逆にプランターの中が乾いてしまうと。で、仕込みから2ヶ月ほど経過したらマルチの中を確認して、で、入れた草や葉っぱ、落ち葉などに菌糸ですね、白い菌の菌糸がついているか、こう伸びていったら苗の植え付けとか種まきができますよと。で、これが見られてなかったらもう1ヶ月待ちましょうということで、まあこんな感じでね、作っていきます。軽石ですね。今回は軽石ではないです。あの、有機物をここに使います。で、土を入れて、で、ここにカキ殻石灰を入れて、まあ表面でね、カキ殻石灰と土を混ぜます。で、その上に有機物、これはあの葉っぱとか草とかね、そういうのですね、まあ、今回使うのが濡らした茶葉ですね、を使います。で、また土をかぶせてマルチをすると、まあ、こういう工程になっていきます。はい、まずはプランターの中ですね、底、これはきれいにしておくと。あの、土がね入ってると、まあ、排水が悪くなるということなので、事前にきれいにしておいておくといいでしょうね。で、このようにね、排水性がね、いいように、鉢底に入れます。こんな感じですね。で、軽石がある方は、軽石、あとは、小石でもいいということなんで、まあ、もみ殻がある方はもみ殻でもいいそうです。で、まあ、今回はですね、あの、僕は、こちらの、もみ殻と一緒ですね。ごまの花芽ですね。まあこれがこのようなね、もみ殻のでかい版みたいなね、感じになってます。こちらを使います。で、もう一つが、こちらのホーリーバジルの花芽ですね。これもね、もみ殻みたいな状態がね、見てわかると思いますので、そんな形のものをね、ちょっとそこに入れていきます。これをね、実際に、ここにね、こんな感じで入れます。で、ここに入れて、まあ、こんな感じでね、そこにね、入れていきます。で、これを水平に均等にね、ならすように入れるということなんで、まあ、これをね、まあ、パラパラっとね、まあ、みんな入れたら、あとは、これを、しっかりとね、慣らして、いきます。はい。まあ、排水性のために使うので、これはね、あの、これぐらいで、やってみたいと思います。はい。で、続いて、ここにですね、土をね、入れていきます。9割ぐらい入れてくださいっていうことなんで、結構ね、しっかりと、入れていきます。まあ、こちらの土は、まあ、冒頭でもね、お伝えした通り、キエーロでね、作ったワイドになります。ですから、もともとね、もう土質自体はすごくいいですね。いろんなワイドもね、入ってますので、この中は、だいぶもうこんな感じで、暖流化されてる土質になってます。結構入れますね。大体この線のところぐらいまで入れてみます。もう少しかな。9割ぐらいまでということなんで、
まあ、だいぶね、がっつり入れてみました。こんな感じですね。こんな感じで、がっつりとたくさん入れました。続いて、こちらですね。こちらがね、四条菌の餌になるものですね。これを今度水で濡らします。これは雑草でいいということなんで、あとは落ち葉とかね、そういうのでいいらしいです。葉っぱとか何でもいいらしいですね。まあ、自然の中にあるものですね。これをしっかりと濡らしておくのがポイントだということなんで、もうね、濡らしていきます。しっかりとね、水を含ませると。これを最初に水を含ませておくのが、ポイントみたいですね。だいぶ湿りましたかね。まあ、本当はこれね、お茶としても飲めるんですけどね。まあ、今年もこの金ちゃん先生の実は四条菌栽培の畝でですね、たくさんホーリーバジルね、取りましたんで、まあ、こちらの茶葉がいっぱいできたんでね、まあ、こちらが古くなったんでね、こちら使います。はい、そしたら今度ね、これをね、たっぷりこの上に乗せていきます。たっぷりとね、溢れるぐらい入れていいということなんで、たっぷりと入れていきます。あ、間違えましたね。カキ殻石灰を入れてない。カキ殻石灰を先に入れます。これちょっとね、失敗です。まあ、これはご愛嬌でね、カキ殻石灰をここにまずは入れていきます。はい、こちらですね、カキ殻の有機石灰ですね。これを入れていきます。まあ、たっぷり入れていいということなんで、たっぷり入れてみたいと思います。これがやっぱり自然のミネラルなので、これがね、結構いいらしいですね。あとは炭でもいいらしいです。なんか炭の場合は、光線かなんかがね、出るらしくて、その光線が、この畑っていうかですね、この土の中でですね、なんか根をね、しっかりと張らせるために、まあなんか炭を入れるらしいんですけど、まあ、炭はね、あるんですけど、ちょっと、このカキ殻、有機石灰をね、ちょっと入れて。で、表面の方を、なんかこんな感じで、一緒にね、混ぜてくださいっていうことなんで、こんな感じでね、混ぜていきます。これで、ほんと、あとはね、肥料がいらないで、この中に四条菌が繁殖したら、まあ、そこに、何ですか?あれがつくんですよね。窒素固定細菌が。窒素固定細菌が、大気中の窒素をアミノ酸に変えて植物に吸収させると。で、植物が大きくなって、また光合成したものを糖分として、四条菌に与えてエネルギーに変えていくと。その四条菌を、くっつく。四条菌をエネルギーにして窒素固定細菌が増えて。で、アミノ酸を、植物に与えると。まあ、こういうね、全循環作用ですね。はい、じゃあこれで、ここに、枯れ葉をね、濡らした枯れ葉を入れていきます。たっぷりと入れていきます。こんな感じでね、たっぷりと。もっともっと入れていきます。はい。もっと入れます。こんな感じでね、なんかたっぷり
溢れんばかりに入れていいということなんで、たっぷりね。ああ、ホーリーバジルの香りがすごい。香りがすごいですね、ホーリーバジル。はい。まあ、こんな感じで、たっぷり入れたら、今度はですね、この横に、このように水平にね、押し込んでいくと。で、あまり強くね、押しすぎないように入れていくらしいですね。はい。で、こうやって、押し込んでいって、これが結構ね、ポイントですね。ここの一番最初のこの工程、これをね、埋め込んでいくこの工程、まあ、全てなんかポイントでしたよね。糸状筋がしっかり張らせるような仕組みをここで作っていくっていうことなんで、これはね、しっかりやっておかないといけないのかなって思います。だいぶね、たっぷり入りましたね。で、今度ここにまた土をね、かけていきます。これスコップだとちょっとね、こぼれるんで、これ小さいね、スコップで。こんな感じでかけていきましょう。全体が隠れるぐらい薄くかけてくださいっていうね、ことですね。山盛りになっちゃいましたけど、多分これが潰れていくんでしょうね。少しね、この体積の問題とかもあると思うんで、全体的に分かりましたかね。こんな感じで、はい。そしたら少しね、鳴らします。鳴らして空気をね、比較的こう抜いておく、全部抜くわけじゃないんですけど、ある程度ね、抜いておくといいらしいですね。空気がたくさん入ってると糸状筋はやっぱ出づらいと。空気がないと糸状筋は出ないと。まあ、その塩梅というのがあるんで、まあ、こんな感じで、ちょっとね、いいですかね。もう少しこの周りに土を入れますかね。まあ、実はこれ野菜を育てるっていうのもありなんですけど、これで果樹がね、しっかり育つかなっていうね、そういうのもね、ちょっと検証したいんですよね。軽くね、軽く空気が抜けるように軽く、あとはマルチがね、張りやすいように慣らしておきます。はい、だいぶ入りましたね。そしたら今度ここに、マルチをね、かけます。マルチちょっとこれね、今でかいのしかなかったんで、まあ、このでかいので、かけますね。こんな感じで、マルチをかけます。そのマルチをかける前にね、こんな感じですね。卵の殻とかも入ってるんでね、こういうね、ミネラル分が入ってるのがいいですね。カキ殻石灰も入っていて。こんな感じで、ポコポコしてますね。ポコポコ。あんまり強く押さない程度に、こう鳴らしておきますね。で、最後、ここにマルチをかけます。はい。こんな感じですね。で、
紐で縛ってもいいし、こんな感じでね、マルチを取れていきます。はい、あとはここに2つから3つぐらいね、穴を開けてくださいということなんで、はい、3つほど開けておきます。そうですね、1、2、3個、これで出来上がりです。これで2ヶ月ほど待ちます。で、一度これを剥がして中を見てですね、金糸と言って白い金のね、糸が出てるかどうか、それを確認していきます。これが2ヶ月後の工程、2ヶ月後に確認することで、それが出ていたらこの中に糸状菌が繁殖したっていうのが確認ということで、作付けができるようになるし、種まきもできるようになるというふうになります。で、まだそれが確認できなかったら、さらに1ヶ月置いて3ヶ月後、もう一度中を見て、菌糸が出てるかを見ていくというふうになります。作り方の工程としては、もうほぼね、金ちゃん先生が推奨しているやり方をそのまんま、作りましたんで、これでね、多分今この中、菌がね、動いていって、この中の環境が劇的に変わっていってですね、2ヶ月後、菌が増えていったら栽培ができるという、なりますね。ということで、これは来年の春、栽培ができればいいのかなと思いますので、これもね、随時、追跡をしていきたいと思いますので、まあ、今日のね、動画良かった方はですね、高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。はい、ちなみにこれがですね、金ちゃん畑で採れている、まあ、お野菜ですね。これはピーマンです。ね、これも自然農で、形はね、いびつですけど、味はすごくいいです。で、このね、ピーマン、同じように無肥料、無農薬、無施肥ですね。市場菌で育ったピーマンですね。で、これがアミノ酸をね、やっぱり豊富に含んでるお野菜なんで、栄養価の高いお野菜というふうになりますね。まあ、いろんな栽培方法をやってるんですけど、まあ、こういうね、金ちゃん畑の、お野菜もですね、こんな感じで、まあ、不揃いですけどね、まだ1年目なんで、こんな形ですけどね、まあ、5年、6年、7年とかって経過してくると、やっぱり土質も良くなって、安定した収穫とかね、いいものが収穫できるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これをね、やってみた結果ですね、まあ、こちらのプランターっていうのにね、ちょっと行き着いたっていう感じですね。